さて戦いますかね、ジムリーダーと。ガスミを育てたいとこだけど、まあ、あれよね。あ、そうか、モバイルサービスか、それか。まあ、そんな悠長なこと言ってられないんで、ここは、あれですよね。プリケツを育てていきたいですよね。信じろよ、信じれば、チャンピオンだって夢じゃない。そうか、聞いてくるか、いいか。草タイプは飛行タイプにものすごく相性が悪い。要注意だぜ。どうせっちゅうねん。じゃあ。まあ、トリマー。まあ、プリケツ。プリケツをとりあえず、ここの戦闘で進化させる。ハヤトさんに挑戦できるか確かめてやるぜ。あれ、バイトトレーナー2人だっけ ?1 人じゃなかったっけ。お前、そんな髪型だったのか。お、鬼スズメ。鬼スズメかわいい。レベル9強いな。ちょっと待ってくれ。つつくで死なねえか。俺大丈夫か。飛行って物理だよな。だからリフレクター貼っといてもいいんだよね。ちょっとこの頃の、ちょっと半分いってない。ちょっとお願いします。許してください。まあ、許されてる範囲だと思う。でも厳しいな、ちょっと。あ、オッケーオッケー。うわー、これ大丈夫か。進化するよな、これ。レベル16で。進化してステータス爆上げで、なんとかって感じだよな。おしおし、プリケツが。かわいい。かわいいベイリーフ。完全にかわいいですね、ベイリーフ。ちょっと図鑑見ようと、ベイリーフの。てかチコリータ見てなかった。チコリータ、葉っぱポケモン。頭の葉っぱからほのかに甘い香りが漂う。おとなしくて日差し浴びるのが大好き。かわいい。性格までかわいい。ベイリーフ、葉っぱポケモン。首の周りから出されるスパイシーな香りを嗅いでなぜか戦いたくない。なんか凶暴になったんだけど。そんな、戦いたくさせるような成分を出すの、この子は。さて、ちょっと体力満タンでいかないとちょっとだるいよな。ただ戻るのが、放送的にめんどくさいので傷薬を使おう。本来俺だ普通にやってたら戻ってせこく回復させるけど。合言葉はど根性。ここに集まった人間は鳥ポケモンで最強を目指し朝晩特訓してる。そんなに人いないけどね。なんかスパイシーなね、香りが。ガラムマサラみたいな香りが出るんじゃないですか。翼いい名前だね。アンダーグラフ。いやいや、厳しい厳しい。ほら、もう可愛いでしょうが、後ろ姿が。そんな厳しく可愛い判定してたら、マジでクリアできなくなるから。いいよ、そんなシビアな。そんな、放送を盛り上げるために厳しく判定しなきゃみたいな、そんな使命感いらんわ。ベイリーフの後ろ姿めっちゃ可愛いでしょうが。そんなこと言ったらだんだんなんかこの技強すぎてこの技を覚えさせたら可愛くなくなるのではっていう、そういう民が出てくるから。マジでそうなったら本格的なこう縛りプレイだから、一応ね、なコンセプトプレイぐらいの感じで、よろしくお願いします。それはもちろんね、急にギャラドスが使い始めたら全力で止めてくれだけど、一応な、そんなシビアにしすぎてもなんかこうあれになるから、修行みたいになっちゃうから。ポケモンセンターどこだっけ、下か。ベイリープでもクソ皮だよな。そうだね、まあそれだとな、攻撃種族値が可愛いイワークも使えないっていう。でこれでな、なんとか、ベイリーフでな、いけたらいいんだけどね。いけるよな、いくらなんでもレベル差的に。リフレクターの効果とかどっかで見れないっけ。技の説明とかで見れなかったっけ。見れないか。
あれ技の説明って見れないの？なんかうまいことやって見れねえな。じゃリフレクターが何ターン続くとかなんかわからんっていう。レポート一応書きます。リフレクター貼っといてもいいんだよね。なんかこうリフレクター貼っとくか。一応こいつって物理攻撃方法のフラッシュも使えそうなんだけど、フラッシュさせてくれる隙がないんじゃないかな。俺が強ポケモンジムリーダーのハヤト、聖剣じゃ飛行タイプのポケモンなんか電撃で一コロ。そう、超鳥ポケモンバカにする俺はそれが以前。そんな風にみんな言ってないと思うけどね。別に電撃で一コロなんて。よく言ったら5ターンの間味方は全ての防御が2倍の。おお、この時代そんな感じなんだ。交代したら剥がれちゃうのかな。でも今は壁残るけど、今のポケモンだったら初代のポケモンで交代したら壁取れちゃうんだよね。まあ別に基本交代しないつもりだから別にいいんだけど。大空を華麗に舞う鳥ポケモンの本当の凄さ思い知らせてやるよ。電撃で1コロとはみんな言ってないと思うけどな。ただ泥かけ詰まれんのがうっぜえか。泥かけ詰まれんのがうぜえんだよな。ただリフレクター貼っておきたい。それでも体当たりなら OKOKOK。 これはバックアドだったんじゃないかな。葉っぱカッターで9章引ければ葉っぱカッターで一角もある。このプリケツのドヤ顔見てくれ。ああ、いいねいいね。9章いった。OKやったぜ。でピジョンなんだよな。ここはなんでポッポとピジョンで、あ、ピジョンのぐらいいいな。てかレベル9のピジョンとか改造してんだろこいつ。マジでこいつ改造中だぞ。ハヤト、ちょっとハヤトのこと通報してくれ誰か。ピジョンはなんかぐらい優遇されてる感あるな。急所は出ないけどこのダメージなら風起こし打撃だよな。おしおし、リフレクターが効いてる効いてる。これ葉っぱ買ったらゴリ押しでいいんじゃね。次で急所でワンパンもある。まあてか次で落ちるから。あれ泥かきやってこないな。リフレクター積まれた時点でこいつの勝ち筋泥かきしかないような気がするんだけど、ナメプしてますね。やっぱ草タイプだからってやっぱ飛行打っちゃうみたいな AI になってんのかな。オッケーオッケー。逆に風起こしを打ってきたことが負け筋になるという皮肉なもんですな。絶対に泥かけ打つしかないんだけど、リフレクターやられちゃった時点で。畜生、父さんが大切にしていたポケモンが。関東でレベル7ピションが出るか回想ではないですね。ならセーフ、きっと関東で捕まえてきたの。わかった、これを持ってけよ。ポケモンリーグ公認ウイングバッジだ。お、900円。お前安いな。お前1800円しか持ってねえか。ジムリーダーなのに安いジムリーダーだったぜ。ウィングバッジを持ってると君のポケモンの攻撃力がアップする。あとフラッシュという技を覚えてるポケモンは戦っていない時でもフラッシュが使える。それがこいつを持ってけよ。チャ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 。父さんのポケモン弱すぎな。父さんもうちょっと育てとけばね。これ泥かけでしょ。泥かけが入ってるね。飛行のジムなのになぜか飛行技じゃないっていう、こう珍しいねあれなんだよな。まあこの頃はよくあったかもしれないけど。父さんのポケモン意味深。それは強引やろ。つまり攻撃と守りが同時にできる技さ。それをやってこいって話なんだけど、それをやんないせいで君は負けたんだぞと。とりあえずこのハゲに話聞くか。ナイスファイト、その調子で一気にポケモンチャンピオンだぜ。さて、お、なんじゃい、また泥棒か。ミツ君、ポケモンの卵について分かったことがあるんだ。奇境のポケモンセンターに僕の助手がいるはずだから話を聞いてよ。ピッ、対電気ポケ。ああ、なるほど、目指しみたいなもんか。今で言う目指しを覚えさせておいて
電気を買ってこうみたいな。とりあえずポケモンセンター行きます。このメガネは一旦無視して。そう、たけしもね我慢だから言わさじゃないんですよね。うん、そこはポリシーを持っていただきたいところなんだけど。みつくん、お久しぶりです。ポケモン博士に頼まれて君を探していたんですよ。実はですね、ポケモン玉を持ってきます。もうトゲチックはね、世の中で一番可愛いポケモンなので、もう使えるので、使うかどうかわかんないけど、いつも元気なポケモンそばにいないといけないらしいんですよ。そういうことをお願いできるのはみつくん人脈が少なくないか。そう、トゲチックは可愛いんだよな、本当に。トゲチックより可愛いポケモンなんてホルビーぐらいしかいないからね。生まれたら宇津木博士に連絡。はいはい、オッケー。キッスだと最高にいいんだけどな。トゲキッスだと、トゲチッスだと最高にいいんだけど、トゲキッスはこの頃いないっす。ダイパがなんかで追加じゃなかったっけな。おっさんポケ、それはホルードでしょうが。何を風評被害言ってくれてるだね。さてさて、どこ行ったっけ。あれどっち行ったっけ。左行けばいいんだっけ。普通に、なんじゃこのデブ。はい、あなたトレーナーですね。ジブリさんに勝てましたか。それはすごいですね。なんだこいつ、変なデブだな。とりあえず物を買おうか。物乞い的に。ボールはそんなに買わなくてもいいかな。穴抜けの日も一応2個ぐらいあった方が。花柄メールいらない。交換する友達がいない。毒消し、麻痺直し、もう1個ずつ持っててもいいような気がする。 BW か。ディフェンダーいらない。ディフェンダーいらない。リフレクターあるから。でですよ、ガスミをちょっと育てていこうかなと。ガスミに持たせる分の機能みがないような気がするんだよな。でガスミって技覚えてるの。なんか催眠術と舌で舐める。ノーマルタイプで積みますね、ガスミ。ちょっとガスミを保護していかないと。え、でどっち行くんだ。下これ、あ、木の実だ。あ、麻痺直しの実いいね。こっち順路で OK？ え？こっち順路か？アルフの遺跡。アルフの遺跡ってなんだっけ？アンノーン出るとこだっけ？遺跡の武器か？将来は博士だな。ウソッキーどこで出てたっけ？なんか俺この辺からガバガバなんだけど、より。石の板に絵が描かれてる。動かしてみる。あれなんだろうな。アンノーンか。でもアンノーンは最強にいらないよな。可愛くないし、可愛くないし、弱いし。ん？ここなんかこんなとこあったっけ。ウソッキーでも可愛いに入んのかな。およそ1500年前に遺跡が作られたんですが、誰が何のために作ったかまだ分かってません。ウソッキーな、可愛いで OK なのか。ウソッキー使えるのでも岩タイプって結構いるから。ウソッキーどっちに入るんだろう。俺は分からんって感じなんだけど。ここにも家あるね、かわいい。あとこれ家じゃない、通路だ。オス遺跡の小部屋へ。大昔の人が描いたポケモンの絵があります。動かしてみてください。右側そのポケの説明と言われています。ああ、こんなんあったな。わ、ちょっと待ってくれ、俺こういうの苦手なんだけど。ちょっと俺こういうパズルあんま得意じゃないんだけど、まあ、四隅は簡単にわかるけど、あとがちょっと、あとがわからんちんなんだけど。どれが下に入んの。横の枠がどれなのか分かんないんだけど、
どれが横の枠になるの？これって上の枠になる。頭んとこちょっとわからん。これ上の枠かな。あとがどこの枠になるのかがわからないんですよね。下の枠なくね？下の枠みたいなやつなくないか。これ下の枠？ん？下の枠じゃなさそうな感じがあるんだけど。ん？でも下の枠なのかな。こういうなんかあれこんな丸いやつだったんだっけ？ん？ん？ん？何これ？完成の絵が全くわからないんだけど、何これ？こんな生き物いたっけ？あれなんか違うような気がするな。これはなんかあれ？こっちか。ん？ここか？キメラ。この辺からさっぱりわからないんだけど。これがなんか違うのか。これがここか。あ、これでいいんじゃないか。これでよくないか。下のやつ逆？え、これ？これがこういうこと？お、ほんとだ。完成したら完成しましたで教えてくれるんだ。へえ。で？わー、助けてー。何かの気配を感じる。マジで怖い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 。昔のポケモン真似て作られたもん。全部同じのデザインじゃないか。あ、敵出るんだ。アンノーンか。アンノーン。はぁ。危ない仕掛けで。アンノーンどうしよう。っていうか、まあ、ガスミ殺されるような。あ、でも。ガスミ一応そっか。あいつエスパータイプだっけ？じゃあ有利対面。フジテレビってこんなマークだっけ？おしおし。で、メザパ何？やつメザパ何なの？メザ何なんだこれは。ガスミ行け。頑張れ。舐めろ舐めろ。ガスミの下のテクニック。メザフェアリー。今でもないものが。ガスミー、次で行け。行け、ガスミ。よーし、ガスミ。頑張った。おー、あとちょっとレベル上がる。ただ、ガスミ。この有利対面で、この。かなりギリギリの戦いというのは、ただ、こう、ラッキーだな。ここで、ガスミのレベルをちょっと上げれるかもしれない。アンノーンを餌にして。あの対戦ではメジャー格がメジャー。まず対戦でメジャーじゃないでしょ。お、いいか。いい。A、いいと来てるから何かメッセージを伝えてるかもしれない。メザエスパー。あれなんかこいつちょっと硬いな。メザなんだ。お、メザ今一つ。メザ今一つじゃないか。これは完全に有利。有利アルバチャコフ。おしおし。反応ずべたものすごいのもらえると思ったらそうでもなかったけど、がっかりが。確かに。ちなみに僕はね、ポケバンクにヒゲからもらったアンノーン全種類がいます。僕は一匹も捕まえてません。ヒゲがいらないっつって、僕にくれました。僕もとりあえず運用するあれがないので、うん、ポケバンクにそのまま眠ってますけど。おお、いいねいいねいいね。ガスミは素早さが高いのがいいよな。うん、ヒゲはそれコレクター気質だからな。コレクター気質だけど、あの、最終的にいらなくなるって。集めたらもういらない。はい、
懐かしいゲームしてますね。そうですね、懐かしいゲームですよ。99年ですからね。あ、に、あ、アンノンって逃げることあるんだ。あえい、あえい。逃げるんだ。これ何？王？王ってこんな形だったっけ？ちょっと途切れてるし、なんかいびつな形だな。 H なのこれ。 H にしたら曲がってんな。へえ、 H だと思う。あえい、え、はい、メザなんだ。うわ、メザ効果抜群。ちょっとやめてください、これはまずいまずい。メザゴーストかなんか。ちょっと逃げろ。なんじゃいなんじゃい、びっくりした。プリケツには効かんそんなもん。いいね、ワンチャンプリケツのレベルも上がんないか。ガスミのレベルは上がる、プリケツのレベルはちょっと足りないと。メザ抜群怖かったわ。まあ、一角じゃなくてよかった。やっぱ単純にアンノーンの種族値が低いのと、まあゴースの特防がそこそこあるっていうのが救いだったかなと。あ、何もないんだ。じゃあはしご使っちゃっていいかな。んで、ここでガスミに経験値を。何これ、 F。 ただこのデザインが今のところ一番可愛いな。なんかこれ可愛くない？なんかひよこみたいで。使うんだったらこれだな。あ、あ、麻痺か。びっくりした、何かと思った。使おう、いやちょっとやめてくれ。あ、メザ抜群だ。うわ、やめてくれ。メザ抜群はちょっともうプリケツに変えるわ。なんでメザ抜群持ってるんだよ。メザ抜群なんだろう。メザゴーストかな、メザエスパーかな、どっちかのような気がするんだけど。てか、あとなんか効果抜群あったっけ。ガスミにメザ地面とかでも効果抜群か。冬ないしな。エルもか、アンノーンだけでクリアどんな縛りプレイやねん。メザアークどうなんだろう。でメザパ時代がこのシリーズからじゃないのかな。傷薬結構使うな、ガスミの育成に。冬だぞ。いや、特性ないっちゅうの。特性ないから自信が入っちゃうんだよな。これ何？え？こんなアルファベットあったっけ世の中に。え？何これ？特性ないの、ケッキング最強じゃん。ケッキングがいねえんだよな、まず。B、G、ああ、小文字の G。聞かねえな。聞かないけど、麻痺は入るっていう。なんじゃこれ。で、メザ。メザ普通。メザ普通だけど意外と入るな。こいつなんだ、意外と高個体の安納なのか。うおー、これ、不利なような気がする。もう、戦わない方がいいような気がする。ここで効果抜群と、ってか、麻痺全然発動しない。麻痺バグが全然出ないんだが。麻痺ってこの頃5割ぐらい動けないとかじゃなかったっけな。麻痺になってもガゼン動くんだよな、アンノーンのコラが。なんなのんだね、君たちの、その動ける感じは。ちょっとやめてくれよ。あ、出た、この可愛いやつ。でも、ミスさん頑張って、明日見に行けないのはすごく残念だ。ああ。多分心の底ではそんなに残念だと思ってないけど、社交辞令だろうな。さて、メザパはなんだ。今ひとメザ今一つ OK。
最近の世代だから3分の2行動になったの。最近、そうですね、最近になって麻痺がちょっと弱くなりましたね。ポケモンはそうだ、混乱と麻痺が弱くなったんだよな。さてさて、当時は対戦で何が強かったの？知らない知らない。俺金銀で何が強かったか知らない。初代はフリーザーが強かったけど、初代はフリーザーなし、ケンタズ、なんじゃこれ、 K か、バンギラスか、これは K かな。そういう意味ではね、確かにバンギラスは今でも強いから、まあ、当時のがフェアリーがない分弱点が1個少ないから強いかもしんないけど、ただあれだもんね、特性がないからさ、でなんか第何世代かなんかで格闘タイプがバーって増えて、で今フェアリーが来て格闘がバーっと減ったみたいな。とりあえずポケモンセンター行かないと死にまーす。っていうか回復アイテムがないと死ぬので、さてと、さてぼちぼち2時間か。ちょっとじゃあここらで一旦ちょっとトイレタイム取らせていただきたいです。ちょっとトイレ行ってきます。